よくわからない、人数わからないので、これもミルクパウダー、これはちょっと色違って体にいいそうです。で、これを3種類を砂糖と混ぜたところで、これ全部混ざったところで3種類混ざったところですね。で、ここに紅茶、できてる紅茶を注ぐ。いっぺんに全部入れてしまったら溶けなくなるから、最初はちょっとだけ入れて。わもったいない。ちょっとだけほぐす。で、紅茶で、こうやって紅茶でもう出来上がり。はい。